広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよう、塾のナップルです。ヤピネットです。スーグラケンチです。本日は最新動画をやっていきます。はい、やりましょう。はい、ナナプラオリジンデュアルガベイスターのデッキを持ってきたんですが、うん、新登場した技マシンエナジーターボを入れてどんどんエネルギーつけていっちゃおうかなっていうね感じでやってきました。うわ、強そう、はい、すぐにスタークロノスみたいな狙ってるんだ。そうなんです、スピード感をね持ってやっていきたいと思います。動画の最後にはデッキの解説もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、それでは早速やっていきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ後攻にします。それではバトル始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。イアンシーです。ゲノセクト V です。うん、1番いきます。はい、バトルビップパス使います。ゲノセクト V とゲノセクト V ベンチに出します。オッケー、まだ触ります。ベストボール使います。ミュー V ベンチに出します。ダブルターボエネルギーをミュー V に着けます。じゃあ穴抜けの紐を使って、はい、置くだけですね。ミュー V、バトル場に出します。ではこれで流動システム使います。1枚引きます。ベストボール使います。ミュー V をベンチに出します。はい、では2匹目のゲノセクト V のフュージョンシステム使います。ではバトル場のミュー V を逃がしまして、はい、ミュー V を出して終わりです。はい、じゃあ1枚引きます。まずオリジンギャルダベイを出します。うん、で、ハイパーボール使います。うん、イケリンコイエクサを加えてきます。はい、で、まだ使います。ベストボール使います。イアンシーをベンチに出します。うん、イケリンコイエクサをベンチに出して、はい、エネルギーシール使います。おー、コインを投げて表だったらトラッシュから基本エネルギーをベンチポケモンにつけられます。はいはい、いきます。うわー、強い。だからハイパーボールでトラッシュしてたのか。そうなんですよ。じゃあオリジンギャルの目につけます。はい、まず1枚目。じゃあこれでイキリンコイクスの特性イキリテイクを使います。今度はトラッシュして6枚引きます。ネオラントベイ出して特性ルミナスに使います。はい、ペパーを加えてきます。うん、で、まだ使います。このままペパー使います。ネストボールと技マシンエナジーターボを加えてきます。はい、で、まだ使います。ネストボール使います。輝く月光河をベンチに出します。輝く月光河の特性隠し札を使います。2枚引きます。バトル場のディアンシーに鋼エネルギーをつけます。はい、そしてさらに技のシーンエナジーターボをつけます。うん、ではこれで技を使います。エナジーターボ、ベンチポケモンにエネルギーをつけていけるので、鋼エネルギーを2枚オリジンギャルダブにつけます。ではトラッシュします。はい、1枚引きます。ベンチのミュー V を VMAX に進化させます。はい、ハイパーボール使います。奇跡のヘビーボールとボスの指令をトラッシュ。メロエッタを加えてきます。はい、メロエッタをベンチに出しまして、フュージョンシステム使います。6匹いるんで4枚ですね。フックロボ使います。バトルビッグパスをトラッシュ。はい、来い表なので、はい、好きなカード1枚持ってきます。まあ、このカードから加えていきます。まだ使います。はい、神連れのきらめきを使います。はい、スケール先はメロエッタとミュー V ですかね。はい、フュージョンエネルギーを1枚ずつつけます。うん、フュージョンエネルギーをミュー V につけます。では2匹目のゲノセクト V のフュージョンシステム使います。ハイパーボール使います。バトルビッグパスとお払いグローブをトラッシュ。ミュー V マックスを加えていきます。ではバトル場を進化させまして、うん、3回目のフュージョンシステムですね。うん、森の封印石ゲノセクト V につけます。はい、そして災いの箱をバトル場のミューブマックスにつけます。災いの箱、うん、じゃあバトル場逃げます。ベンチからミューブマックスを出します。じゃあ技使います。クロスフュージョンで選ぶ技は大ミラクルで、はい、ダブルターボエネルギーがついているので110ダメージですね。はい、110で気絶します。うん、じゃあ1枚取ります。はい、イアンシー出します。1枚引きます。隠し札使います。2枚引きます。キバナ使います。前の子に気絶しているのでトラッシュから基本エネルギーをオリジナルガブにつけます。4枚目ね。はい、これで好きなカード持ってきます。このカード加えてきます。はい、
シーをピンチに出しまして、バトルガムビヨンシーにあざましいエナジーターボをつけまして、はい、エネルギーもつけます。では、エナジーターボ使います。うわ育てまくりよ。やばいね。ちゃんとビヨンシーが2匹場にいるっていうのも偉いです。それでかいんだよな。穴抜けの紐ね、言われても出せるからね。はい。そして、エナジーターボフラッシュします。じゃあ、1枚引きます。カミツレのきらめき使います。はい、じゃあつけるのはメロエッタとエノセクト V で、はい、メロエッタに1枚つけます。同じ手帳使います。はい、フラッシュからボスの指令1枚を山札に戻します。フュージョンシステム1匹目のエノセクト V、こちら使います。はい、ちょっとねメロエッタについてるフュージョンエネルギー失いたくないんで、うん、このままこのミュービーマックスでいこうと思います。おー、なるほど。はい、クロスフュージョンで大ミラクル、はい、110ダメージですね。じゃあ110ダメージで気絶します。ただ1枚取ります。出陣しますよ。オリジンディアルガブイ満を持してきましたね、うん、めっちゃ守られてきたからねそうそうそう、すくすくとね育ちました。じゃあ1枚いきます。オリジンディアルガブイをオリジンディアルブイスターに進化させます。た、うん、そして7枚目のエネルギーをつきます。3枚でしょ。腹のガンジャモ使います。ガンジャモ、はい、オリジンディアルガブイを出して学習装置をつけておきます。はい、じゃあ満を持して V スターパワーを使います。スタークロノス220ダメージ。きた、うん、そしてねこの後もう一回自分の輪を始められるというね、やばいよ、めちゃ強いよ。ってことで1枚引きます。どうぞ。はい、じゃあハイパーボール使います。ベストボールとタウンデパートトラッシュします。はい、オリジンディアルがベスター加えてきます。うん、オリジンディアルの V をベスターで進化させます。はい、プリンセスカーテンで守れなくなっちゃうんですけど、ナンジャモとかジャッジマンとか怖いんで進化させておきます。うん、そしてエネルギーシール使います。うわ、これね結構ついてほしいんですよ。はい、あー、すごい。じゃあこれをオリジンディアルガベスタにつけます。おー、いや、ボスの指令を使いまして、マジか、ミューブイマックス呼び出します。あー強い。もうミューブイマックスをね倒せるダメージ出るもんね。そうなんですよ、7枚ねエネルギーがついているので。はい、いや、メダルブラストを使います。じゃあ320ダメージですか。320ダメージで倒します。はい、気持ちいいねこれ。ただね災いの箱ついてるんで、はい、一発でねやられたのでダメか8個乗りますよ。はい、これ強いな。そう、じゃあ気絶します。はい、じゃあ最初3枚取ります。はい、一気に逆転しましたね。ね、うん、じゃあミューブイマックスをバトル場に出して1枚いきます。こだわりベルトミューブイマックスにつけます。はい、もう1枚こだわりベルトをメロエッタにつけます。うん、ミューブイマックス逃がします。はい、じゃあゲノセクト V を前に出して入れ替えカード使います。うん、メロエッタで。はい、じゃあフュージョンシステム1回目使います。3枚引いてハイパーボール使います。バトルビッグパスと穴抜けの紐をフラッシュします。はい、ニュー V 加えていきます。ベンチにニュー V を出してダブルターボエネルギーつけます。はい、そしてパワータブレット使います。おお、倒されるか。はい、これでねメロディアスエコーこの場200ダメージ出るようになりました。はい、じゃあフュージョンシステム2回目ですね使います。森の封印石をユノセクト V につけます。じゃあロストシティ出しまして、はい、最後のフュージョンシステムですね使います。ではこれで技を使います。メロディアスエコー140ダメージプラスこだわりベルトパワータブレットで200ダメージです。200ダメージ。じゃあちょうどで気絶するということで学習装置の効果でエネルギー1枚こっちにつけます。うん、で気絶します。でロストシティが出ているのでロストゾーンに置きます。はい、画面の都合上こちらに置きます。では最後2枚取ります。はい、じゃあオリジンディアルガベスタを出します。1枚いきます。はい、ではモスの指令でミューブイマックス読み出します。戻れるか。本当に、はい、聞きましたので。やりました。じゃあではメタルブラスト使います。120ダメージで。はい、120ですね。うん、じゃあ気絶しますよ。うん、じゃあ3枚取りますよと。はい、じゃあロストシティでロストに来ました。はい、最後取り切って7プルの勝利です。はい、すごい。うん、もうねエネルギー7枚ついたオリジンディアルが V スターの怖さえぐいね、うん、しっかりピアンシーがね守ってくれてる中でね、わざましエナジータボで育ってくれました。強かったです。じゃあデッキ解説お願いします。こちらがナナプルが今回使ったオリジンディアルが V スターデッキです。序盤はピアンシーの特性プリンセスカーテンでオリジンディアルが V をボスの指令から守りながら新登場のわざましエナジータボを使ってひたすら育てていきます。エナジーターボはしっかり3枚入れつつスタジアムのタウンデパートやペパーも入れて持ってきやすくしています。さらにエネルギーシールや学習装置キバナも入れているのでかなりエネルギーはつきやすくなっているかなと思います。エネルギーがたくさん溜まったらスタークロ
ルノスを使ってもう一回自分の番ということで一気に畳みかけていきましょう。2人が使ったデッキレシピは説明欄にありますのでぜひチェックしてみてください。はい、この動画が面白かった方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回バイバーイ。